はい、よろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書3章テスト対策やっていきます。でずっとね計算問題やってきたので、ここで1回3問違うタイプの問題やります。なので1回ここで動画止めていただいてチャレンジしてみてください。でやってもらった後にちょっと厳しいと思うのがあれば今からね自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、このタイプの問題、ちょっとね、全部共通してることがあって、それがね、答えが分かってるっていうものなのね。例えば1番だと、まあ、二次方程式。x2 乗プラス ax マイナス21イコール0っていう、まあ、ありますよね。で、解の一つがマイナス3。つまり、答えがマイナス3なんです。で、基本的に二次方程式っていうのは答えが2個出てきます。1個の時もあるけどね。で、その2個のうちの1個がマイナス3の時に、A の値、ここにある A ね。と、もう一つ、わかんなかった、もう一個ね、こっち。の解を求めなさいっていう問題。まあ、すごく有名な問題ですね。で、これは、まあ、全部共通することなんですけど、答えがわかってるんだったら、その文字に答え入れちゃいなよっていうのが基本的な流れ。今、X がまあ主役の二次方程式なので、マイナス3。これを X に入れてしまえばいい。代入ですね。で、まあ、ちゃんと書くと、まあ、2乗なので、ちゃんと書くならマイナス3、括弧2乗ね。まあ、暗算で9でも全然いいけどさ。で、ここ A かけるマイナス3だからマイナス 3A。ちょっとごめんね、黒くなってんね。で、マイナス21イコール0。で、これ解いていくと、これ9だから、組み合わせるとマイナス12。で、こっち持ってくると12ですね。で、両辺マイナス3で割れば、A イコールマイナス4となって、これでまず A は速攻で出すことができます。これで終了ね、A は。じゃあもう一つの解どうするってなったら、A 出たじゃん。だから、この A のところにマイナス4をもう一回戻してあげて、式を完成させてあげる。こうやって。この時マイナス3代入するやつはなしね。なしで X のままいきます。で、式が完成したから、じゃあこれ普通に解いていこうぜっていう。で、まずは因数分解できるかなのチェックをして、できなかったら、前回の動画のやつをね、で使う方は、あれです。タスキ掛けやってもらったりとか、あとは解の公式やったりとかで、まあ好きなようにやってもらったらいいんですけど、これは普通に、因数分解することができます。まあ、XX ですね。かけてマイナス21、足してマイナス4のコンビ、21だから7と3ですね。で、マイナス4にしたいから、マイナス7とプラス3です。で、こっから出てくる答えは、x イコール7とマイナス3が出てくる。で、自分のね、塾講師の時もよくミス正とかミスってたやつなんですけど、テストね、まあ、絶対って言ったら怒られるから言わないけど、ほぼほぼ出るの。定期テスト、この問題1問。出るのね。数字は違うけどさ。で、A 出すじゃん。で、書くんだよ。丸もらうんだよ。で、こっち書くじゃん。これ答えに書くんだよね。出たからさ。これダメだよ。これバスクだからね。なんでかっていうと、もう一つの解だから、マイナス3書いてくれてるから、これ書いちゃダメだよ。答えの欄に。だから答えの欄に書くのは、x イコールもう一個の7だけ書いてください。いや、すごい地味なことなんだけど、こういうので2、3点持ってかれるのすごいもったいない、もったいないんでね。ぜひ気をつけていただければと思います。ほんじゃ、2番行きましょう。で、次はですね、2つの数、5とマイナス2、これが解なの。だから2個とも書いてくれてる。で、それにも、解に持つ二次方程式のうち、x2 乗の係数が1であるものを求めなさいという問題。で、問題集とか、まあ、ワークとかね、いろいろありますけど、で、よく出てくるのは、2つの数、まあ、2つね、答えが書いてある。その二次方程式を1個作りなさい、みたいなのがよく出てきます。ただ、学校でテストで出てくるのは、だいたいこの x2 乗の係数がほにゃららであるものって指定されることが多いです。それは先生が丸付けしやすいからっていうところなんだけど。で、答えが分かってる。で、どうするかっていうと、さっきみたいに代入するものがないんで、そうじゃないと。じゃあどうするかっていうと、答えからこの括弧括弧の式を作るんです。こうやって。x と x でしょ。どういうことかっていうと、さっき、マイナス7とプラス3だったら答えが7とマイナス3って分かったでしょ。じゃあ、もし逆に考えたら、答えが7とマイナス3になるためには、ここがマイナス7とプラス3にならないとダメじゃん。逆に考えるとね。
じゃあ、答えがこれになるにはって、5になるためにはマイナス5がいなきゃダメだよね。マイナス2になるためにはプラス2がなきゃいけないと。だから、答えから逆に式を作れるの、こうやって。いい、これで作ります。で、二次方程式を書けって言われてるので、展開してください、必ずこれは。このままじゃダメ。展開する。で、展開すると、x2 乗、マイナス 3x、マイナス10。忘れずにイコール0ね。これも結構ミスるから。これで終了です。x2 乗の係数が1っていうのは、ここが1になってるから、これで OK なの。で、たまーに、ちょっと意地悪な先生とかだと、こう書いた後に x2 乗の係数が3であるみたいな。そしたら、ここを3にしなきゃいけない。だから、全部に3かければいいの。3x2 乗、マイナス 9x、マイナス30、イコール0ってね。それで丸になりますので、こういう感じで、答えから式を作るっていうのを覚えておいてください。このね、やり方もよく出てきます。で、ラストです。二次方程式、x2 乗プラス ax プラス b イコール0の解が、また書いてあるね。2と3の時に、二次方程式、x2 乗プラス bx プラス a イコール0を解きなさいと。一瞬あれだよね。何言ってんのっていう感じはするよね。文字が2個出てくる、AB が2個出てくるとやっぱ難しく感じるし、なんかひっくり返してんだけど、みたいな。なりやすいんですけど、実はそんなに難しくなくてこれ。まず、答えが分かってるじゃないですか。で、これね、ちゃんと解くって言うとあれか。だけど、答えが分かってるんで、さっきと同じように X に代入するんです。2を。代入して1個式ができます。で、3ももう1回代入すると1個式ができます。2個式ができるんで、その A と B の連立方程式で解けば A と B が出せます。ちょっと一回やってみようか。多分時間そんなに今日、この動画経ってないよね。あ、OKOK。ちょっとやってみるね。代入すると、ここ4だよね。4プラス 2A プラス B。4こっちに持ってくるとマイナス4か。こうなる。で、3も入れてみます。9だね。後に持ってきちゃうけど。3A プラス B イコールマイナス9ですね。これ連立。で、B 揃ってるから、引き算すると、マイナス A イコール5。だから、プラスにして、A イコールマイナス5と出ます。で、A がマイナス5なんで、どっちか代入すると、ここマイナス10で持ってくれば、B イコール6って、まあ、すぐ出てきますよね。で、こうやって出しても構わないですし、あとは答えが分かってるから、さっきと同じです。2と3を解に持つためには、X マイナス2、X マイナス3である必要があります。いいかな。で、これ展開すると、x2 乗マイナス 5x プラス6イコール0になります。で、大事なことは、今この式ですよね。ここ、x2 乗の前1です。ここも1です。ちゃんと揃ってることが大事、ここが。ちゃんと揃ってるから、じゃあ a のところはマイナス 5、b のところは6でいいよねって言って同じでしょ、答え。どっちでもいいです、このやり方は。まあ、必要なのは a と b が欲しかったので、A イコールマイナス5、B イコール6がこれで出ると。書いておこうか。A イコールマイナス5、B イコール6と。じゃあ、A と B が出たんで、ここに戻すと。最終的にはこれ解きなさいって言ってるからね。だから、X2 乗、マイナスじゃないか。プラス 6X、マイナス5、イコール0と。で、まず因数分解できるかなって思うんですけど、これできないんですよね。できないので、じゃあ、たすきがけ行ったりとか、ね、解の公式行ったりとかだと思うんですけど、ひとまず最初が1の時できなかったら、もうたすきがけに行かずに解の公式行っちゃってください。もちろん平方完成でも大丈夫です。じゃあ、たすきがけじゃねえや。解の公式行かせてもらいます。で、せっかくだ、一応この流れで見てくれると信じて、あれ使います。こっち、A 分の下入ってるのかな？あ、待って。ガンガン入る。ちょっと黒にしちゃおうか。せっかくだからね。X イコール A 分のマイナス B ダッシュプラスマイナスルート B ダッシュの2乗マイナス AC 使っていきます。もちろんこれ使わなくても大丈夫です。で、B ダッシュっていうのはこの B、これを半分にしたやつです。つまり、B' は6の半分の3で計算します。で、A 分のが1分のなんで分数じゃなくなる。これが楽なんだよね。で、マイナス B' だから、マイナス3、プラスマイナス、ルート B' の2乗、マイナス AC なんで、マイナス1。
かけるマイナス5、つまりプラス5となる。で、ルートの中まとめるとマイナス3プラスマイナスルート14、ルート14外に出すことができません。だからあいつの答えはこれでしたよと。これで終了となります。なので今回全体的な流れとしては、まず答えが分かってたらね、式が与えられてるなら代入しちゃいなっていう、そこの文字にね X に代入して解けば何かが出てくるからさ。で、2番みたいに答えが2つ分かってるときはそのカッコカッコで答えから式を作るっていうことができますので、まあ、ここでも使いましたけど、この技ぜひね覚えておいてください。では今回は中学校3年生教科書3章のテスト対策やらせていただきました。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。では次回引き続きね、多分次回は計算練習ねやると思うんですけど、もしよかったら次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。